手声もね、日産寺の皆様方にすごく協力していただけて、ものすごくね、豪華な掛け声の方々になったんですけど、どうして掛け声の方々になったかと言いますと、これ私がね、ちょっと日産寺ファンの皆様方に怒られてしまうかもしれないんですけど、募集期間が16時間ぐらい、もうちょっとあったかな、さすがに20時間ぐらいしかなかったですわね。にじさんじのディスコードサーバーっていうものがあるんですけども、そちらにアットエブリワンで前日の18、いや22時とかもっと遅い時間だったかもに、明日のお昼12時までにいただきたいですわってこうお伝えしましたら、最初にお二人ぐらい来ていただけたんですよ。でもそこからしばらく誰からも来なくって、やばいですわ、二人だけの掛け声になってしまいますかもと思いまして、その方々にすいません、もしかしたらお二人だけの掛け声になってしまうかもしれないんですけど、それでもよろしいですかって言ったら、大丈夫ですよって言っていただけてて、あーよかったですわと思ってって思ったら、こうたくさん送っていただきまして、あのような形になりまして、よかったですわと思って、なんでその時間になったかと言いますと、私がね、例えば募集があっても長い時間があると忘れちゃうんですよ。例えばこれから3日間猶予がありますよって言われたら、あ、何かご協力したいですわと思ってても、まあ、3日後だったら今日じゃなくてもいいですよね、撮るのって思っちゃうんですよ、私がね。で、気づいたら、あー過ぎてたーってなるのってすっごくよくあるんですね、私人生で。本当になので、もうこれは時間を短く設定して、この方が多分皆様方もカットしてカットして送れるかしらと思ったみたいな、次から1日にしようかなと思いました。他の人も同じタイプですと限らないんですけども、でも私やっぱりねえと思って、そんな状況でも送ってくださった皆様方に感謝でございますわと